はい、こんにちは。相変わらず、しょうもない動画を撮り続けてる田中です。めっちゃしょうもないですけど、先日買ったハンディカムの、テスト撮りっていうことで、最近好んで身につけているものを、紹介したいと思います。じゃあ、行きます。とりあえず、クロムハーツのメッシュキャップですね。このメッシュキャップ、偽物も、だいぶ出回ってるんで、動画を、見ただけでは、本物かどうかは多分区別しにくいと思うんですけど、一応言うときます。大阪の正規店で、購入しました。値段が2万8000円ぐらいかな。嫁に激怒を食らいながらも買いました。こんな感じです。もう何にでも合いますね、このメッシュキャップ。作りは普通のメッシュキャップと一緒なんですけど、やっぱこの頭のてっぺんについてるこのシルバーが多分高いんでしょうね。多分クロムハーツってだけで、ここだけです。多分この帽子の価値はここだけかもしれないです。僕はもう全体気に入ってるんですけど、このデザインもクロムハーツですね。で、裏がこんな感じです。こんな感じになってますね。普通の帽子って結構縫い目とかはしっかりしてる方だと思うんですけどね。タグですね。タグがこんなんです。こんな感じですね。こんなんです。クロムハーツの、番号を書いてあって、選択の仕方みたいなの書いてあって、ロゴですね。この調整ベルトのところは安っぽいですね、かなり。で、裏にメイドイン USA って書いてあります。で、こんな感じですね。クロムハーツの CA って書い、CH か。CH って書いてあります。非常に気に入ってますね。もうほぼ休みの日はかぶってますね。こんな感じです。こんなんですね。クロムは。こんなんです。たまに磨いてます、ここ。で、次、リングと、このペンダントなんですけど、これもクロムハーツの、定番中の定番で、ダガーっていうんですかね。ダガーペンダントのトップです。これも、その大阪のクロムハーツのお店で購入したんですけど、シンプルで、値段の割に、作りも非常に僕好みなんで買いました。これはボーナスで余韻でだって買ってもらいました。こんなんです。値段確か4万8000円か、確か5万しないぐらいですね。こんなんです。結構シンプルでどんな格好にも合うと思います。毎日つけてますね、これは。ほぼもう肌身離さずつけてます。今は撮影してるんで外してるんですけど、もうめっちゃ大事ですね、これは。こんなんですね。で、この丸いやつは、シルバーはシルバーなんですけど、これはクロムハーツ製じゃなくて、後から自分でつけたやつです。ダガーペンダントですね。こんなんです。毎日つけてます。で、こっちの指輪2個は、クロムハーツじゃないんですけど、もう1個好きな、ジャスティン・デイビスっていうブランドなんですけど、の定番の指輪ですね。ちょっと見づらくてすいませんね。こんなんです。ちょっと結構つけてるんで傷だらけなんですけど、定番なんでつけてる人多いと思います。これはバラと王冠のデザインですね。もう一個確かこれ王冠とクロスかなんか、もう一個似たようなデザインの指輪もあります。ジャスティン・デイビスです。こんなんです。値段が確か、これは1万9000円前後やったと思いますね。これ大阪の、これも大阪の、ジャスティンのお店で購入しました。で、こっちが見づらいんですけど、これもジャスティンですね。ジャスティンで、王冠があって、こうなんかトライバルみたいなデザインになってる感じです。これもちょっと安かったかな。1万8000円ぐらいでしたね。そんな感じですね。で、
ちょっと汚いんですけど、ジャスティンのシルバー磨きで、まあ、クロムハーツもこう、磨いてます、たまに。はい。こんな感じですね。この1、2、3、あ、4点が、まあ、ちょっと最近好んで、よく身につけているものです。はい。まあ、今日はまあ、カメラのテスト撮りっていうことで、身近なものを撮ってみたんですけど、まあ、またよろしかったら、コメントください。お願いします。じゃあ、寝ます。